江戸川乱歩。断崖。春、京温泉から山道を登ること一里。はるか目の下に渓流を望む断崖の上、自然石のベンチに肩を並べて男女が語り合っていた。男は27、8歳、女はそれより2つ3つ年上。二人とも温泉宿の浴衣に丹前を重ねている。絶えず思い出していながら話せないっていうのは息苦しいものね。あれからもう随分になるのに、私たち一度もあの時のことを話し合っていないでしょ。ゆっくり思い出しながら順序を立てておさらいがしてみたくなったわ。あなたは嫌？嫌ということはないさ。おさらいをしてもいいよ。君の忘れているところは僕が思い出すようにしてね。じゃあ始めるわ。最初あれに気づいたのは、ある晩ベッドの中で斎藤と抱き合って頬と頬をくっつけて、そして斎藤がいつものように泣いていた時よ。くっつけ合った二人の頬の間に涙があふれて、私の口にしょっぱい液体がどくどく流れ込んでくるのよ。嫌だな、その話は。僕はそういうことは詳しく聞きたくない。君の露出狂のお相手はごめんだよ。しかも君のはずだった人との警棒肘なんか。だってここが肝心なのよ。これがいわば第一ヒントなんですもの。でもあなたお嫌ならはしょって話すわ。そうして斎藤が私を抱いて頬をくっつけ合って泣いていた時に、ふと私変だなと思ったのよ。泣き方がいつもより激しくて、なんだか別の意味がこもっているように感じられたのよ。私びっくりして思わず顔を離して、あの人の涙で膨れ上がった目の中を覗き込んだ。スリルだね。警棒の蜜汁がたちまちにして恐怖となる。君はその時、あの男の目の中に深い憐憫の情を読み取ったのだったね。そうよ。おお、かわいそうに、かわいそうにと、私を心から憐れんで泣いていたのよ。人間の目の中には、その人の一生涯のことが書いてあるわね。まして、たった今の心持ちなんか、初号活字で書いてあるわ。私、それを読むのが得意でしょ。ですから、いっぺんに分かってしまった。君を殺そうとしていることがかい。ええ。でも、無論スリルの遊戯としてよ。こんな世の中でも、私たちやっぱり退屈していたのね。子供は、お仕置きされて押し入れの中に閉じ込められていても、その闇の中で何かを見つけて遊んでいるわ。大人だってそうよ。どんな苦しみにあえいでいる時でも、その中で遊戯している。遊戯しないではいられない。どうすることもできない本能なのね。無駄事を言っていると日が暮れてしまうよ。話の先はまだ長いんだから。あの人、ちょっと残酷家の方でしょ。私はその逆なのね。そしてお互いに夫婦生活の倦怠を感じていたでしょ。無論愛してはいたのよ。愛していても倦怠が来る。わかるでしょ。わかりすぎるよ。ごちそうさま。だから私たち、何かゾッとするような刺激が欲しかったの。私はいつもそれを求めていた。斎藤の方でもそういう私の気持ちを十分知っていた。そして何か企んでいるらしいということはうすうす感じていたんだけれど、あの晩、あの人の目の中を覗くまではそれが何だかわからなかった。でも、ずいぶん企んだものね。あたし、ぎょっとしたわ。まさかあれほど手数のかかる企みをしようとは思っていなかったのよ。でもゾクゾクするほど楽しくもあったわ。君があの男の目の中に深い憐憫を読み取った。それもあの男のお芝居だったんだね。そのお芝居で君に第一ヒントを与えたんだね。それで次の第二ヒントは紺色のオーバーの男。同じ紺色のソフトをかぶって黒眼鏡をかけて濃い口ひげを生やした。その男をあなたが最初にめっけたのね。うん、何しろ僕は君のうちの居候で君たち夫婦のお抱え同居して、それから第三に売れない絵描きだったんだからね。暇があるから街をぶらつくことも多い。コンオーバーの男が君のうちの周りをうろうろしているのを第一に気づいたのも僕だし、角の喫茶店でそのコンオーバーの男が君のうちの家族のことや間取りなんかまで根掘り葉掘り尋ねていたということを喫茶店のマダムから聞き出して君に教えてやったのも僕だからね。私もその男に出会った。勝手口のくぐり門の外で一度、表門の脇で二度、紺のダブダブのオーバーのポケットに両手を突っ込んで影のように立っていた。何かまがまがしい影のように突っ立っていた。最初は泥棒かもしれないと思ったんだね。近所の女中さんなんかもそいつの姿を見かけて注意してくれた。ところがそれは泥棒よりももっと恐ろしいものだったわね。斎藤の憐憫の涙を見た時、あたしのまぶたにパッとそのコンオーバーの男が浮かんできたのよ。これが第2ヒント。そして第3ヒントは探偵小説とくるんだろう。そうよ、あなたがあたしたちの間に流行らせた探偵趣味よ。斎藤も私ももともとそういう趣味がなかったわけではないわ。でもあんなに理屈っぽくくねくねとトリックなんかを考えるようになったのはあなたのせいよ。あの頃は少し下火になっていたけれど、半年ほど前は絶頂だったわね。あたしたち毎晩犯罪のトリックの話ばかりしていた。中でも斎藤は夢中だったわ。その頃あの男の考え出した最上のトリックというのが、そう、一人二役よ。あの時の研究では一人二役のトリックには随分いろんな種類があったわね。あなたは標語を作ったでしょ。今でも持っているんじゃない？そんなもの残ってやしない。しかし覚えているよ。一人二役の種別は33種さ。33の違った型があるんだ。斎藤はその33種のうち架空の人物を作り出すトリックが第一だという説だったわね。例えば一つの殺人を目論むとする。できるならば実行の1年以上も前から犯人はもう一人の自分を作っておく。つけひげ、眼鏡、服装などによるごく簡単な、しかし巧妙な変装をしておく。遠く離れた別の家に別の人物となって住み、その架空の人物を十分世間に見せびらかしておく。つまり二重生活だね。本物の方が仕事と称して外出している時間には架空の方が自宅にいる。架空の方は何か夜間の務めをしていると見せかけ、その出勤時間には本物が自宅にいる。時々どちらかに旅行でもさせれば、このごまかしはずっと楽になるわけだね。そして最高の時期を見て架空の方が殺人をやるんだが、その直前直後に自分の姿を 2,3 人の人に見せて、犯人は架空の人物に違いないと思い込ませる。いよいよ目的を果たしたら、そのまま架空の方を消してしまう。変装の品々は焼き捨てるか重りをつけて川の底にでも沈める。架空の方の住宅へはいつまでたっても主人が帰ってこない。用として行方を知らずというわけだね。そして本物の方は何食わぬ顔で今まで通りの生活を続ける。もともとこの世に存在しない人間の犯罪だから犯人の探しようがない。いわゆる完全犯罪というやつだね。あの人はこれがあらゆる犯罪トリックのうちで最上のものだと恐ろしいほど熱中して話していたわね。私たちもすっかり解き伏せられてしまったでしょ。ですから私、あの架空犯人のトリックのことはずっと忘れないでいたのよ。それにもう一つ、日記帳ってものがあったの。あの人は私が探し出すことをちゃんと予想して自分の日記帳を隠していた。ひどく難しい場所に隠したものよ。でももともと私に見せるための日記だから心の底の秘密は書いていない。後で分かったあの女のことだって一行も書いてないのよ。見せ消しというやつだね。見せ消しというのは肯定家の使う言葉なんだが、昔の文書などに元の文字が見えるように線だけで消したのがある。読めば読めるんだね。我々の手紙にだってよくあるよ。わざと見えるように消しておいて、そこに実は一番相手に読ませたいことが書いてある。あの男の日記帳はその見せ消しだよ。見せ隠しかねえ。で、私その日記帳を読んだのよ。すると長い論文が書いてあった。架空犯人トリックの論文なのよ。うまく書いてあったわ。この世に全く存在しない人間を作り出す興味。あの人、文章がうまかったわね。わかったよ。解雇帳はよして先を続ける。そこで3つのヒントが揃ったわけね。哀れみの涙、コンゴーバーの怪人物、架空殺人トリックの賛美。でももう一つ、第4のヒントがなくては完成しない。それは動機だわ。動機はあの女だった。それをあの人は日記にさえ書かなかった。そこまで書いてしまっては全くお芝居になってスリルが薄らぐからよ。なんて憎らしい用心深さでしょう。女のことはあなたが教えてくれたわね。でも私、うすうすは感づいていた。あの人の目の奥に若い女がチラチラしていた。それからベッドの中で抱き合っていると、私ではない女の匂いがあの人の体からほのかに漂ってきた。そこまで。それでつまり、その4つのヒントを結び合わせると、あの男のお芝居の筋はこういうことになるんだね。いわゆる見せ消しで君にその女の存在を悟らせ、同時に憐憫の涙を流し、かわいそうだがあの女と一緒になるためには君が邪魔になる。しかし君と別れることは生活能力のない斎藤にしてみればたちまち食えなくなることだから、それはできない。あの男は友達の事業を手伝うのだと言って毎日出勤していたが、大して俸給が入るわけでもなかった。いわば退屈しのぎだった。君は斎藤と正式に結婚したけれども、財産は手放さなかった。戦後成金だった君の亡くなったお父さんに譲られた財産は君自身のものとして頑固に守っていた。夫婦の共有財産にはしなかった。あの男は君から莫大なお小遣いをせしめていたが、財産の元金には一紙も触れることを許されなかった。そこでこの財産を君の意思に反して別の女との享楽に使おうとすれば、君を殺すよりない。そうすれば正式に結婚しているのだし、君には身寄りもないのだから、全財産があの男に転がり込む。これが動機だ。無論スリル遊戯の動機という意味ね。そうだよ。しかし真実の犯罪としても申し分のない動機だ。そして殺人手段は彼の賛美する架空犯人の製造。まずコンオーバーの男を十分に見せつけておいて、その姿で君の寝室に忍び込み、君を殺した上、架空の犯人を永遠にこの世から消してしまう。そして入れ違いに元の斎藤に戻って帰ってくる。君の死体を見て大騒ぎをやるという順序なんだね。ええ、そういうふうに私に思い込ませ、怖がらせ、お互いにスリルを味わって楽しもうとしたわけね。子供の探偵ごっこの少し手の込んだぐらいのものだわ。でも、もし私があの人の遊戯心を信じなかったとしたら、そして本当に殺意があると感じたら、これは恐ろしいスリルだわ。あの人はそこを狙ったのよ。子供の探偵ごっこよりは、ずっと怖いものを狙ったのよ。子供の探偵ごっこだってバカにならないぜ。僕は12、3の時探偵ごっこをやっていて、年上の女の子と一緒に暗い納屋の中に隠れていて、その女の子から挑まれたことがある。可愛らしい女の子がここで言えないような変な格好をしたんだよ。あんな恐ろしいことはなかった。生きるか死ぬかの恐ろしさだった。枝道へ入っちゃいけないわ。で、今まで私たちが話し合った全部のことを、その晩斎藤の涙に膨れ上がった目を覗き込んだ瞬間、1秒くらいの間にちゃんと考えてしまったのよ。あれだけの出来事を思い出して論理的に組み合わせる、それが1秒間でできるんだわ。人間の頭の働きって本当に不思議なものね。どういう仕掛けなのかしら。口で話せば30分もかかることが1秒間で考えられるなんて。だがね、それでどういうことになるんだい。本当に君を殺す気ならちゃんと幕切れがあるわけだが、全くのお芝居だとするといつまでもケリがつかないじゃないか。ただコンオーバーの男で脅かすだけでおしまいなのかい。そうじゃないわ。これは私の想像に過ぎないけれど、ケリはつくのよ。コンオーバーの男は窓かなんかから忍び込んで、私の寝室に入ってくるのよ。そして、私に悲鳴を上げさせ、私がどんな激しいスリルを感じるか眺めてやろうというわけよ。その後で、まだ架空の人物のまま私のベッドに入る。他人に化けて、自分の妻のベッドに入る。悪趣味だね。そうよ。あの人はそういう悪趣味の人よ。でなければこんなへんてこなスリル遊戯なんか思いつきえしないわ。ところが結果はまるで違ったことになったね。そう、もうこの後は冗談ではないわ。怖かった。私今でも怖い。僕だってこれから後の話はあまりいい気持ちがしないね。しかし話してしまおう。この無人橋の崖の上で一度だけおさらいをしよう。そうすれば君だっていくらか気分が軽くなるかもしれないぜ。ええ、私もそう思うの。その晩から日を置いて3度同じようなことがあったのよ。そして頬をくっつけて涙を流すあの人の泣き方がだんだん激しくなるばかりなの。おや、変だなと思うことが幾度もあった。私、その度に急いで顔を離して、あの人の目の奥を覗いたけれども、もうわからなかった。ただ邪推よ。私は恐ろしい邪推をしたのよ。あの男が本当に君を殺すと思ったんだね。ふとあの人の目がこう言っているように見えたのよ。俺は架空の人物を作って、お前にスリルを味わわせようと企んでいる。初めはそのつもりだった。しかし今ではもうこれがお芝居で終わるか俺にも判断がつかなくなった。俺は本当にお前を殺しても全く安全なんだ。そしてお前の財産が俺のものになるのだ。俺はその魅力に負けてしまうかもしれない。実を言うと、俺はお前よりもあの女の方を何倍も愛している。かわいそうだ。お前がかわいそうでたまらない。あの人がそんな風に声を振り絞って泣き叫んでいるようにさえ感じられた。あの人の目から涙がとめどもなくあふれた。それがごくごくと私の喉へ流れ込んできた。あの人と私の点での妄想が真っ暗な空間でもつれ合ってごっちゃになって、私はもうどうしていいのかわけがわからなくなってしまった。僕に相談をかけたのはその頃なんだね。そうよ。今言った不安をあなたに打ち明けたわね。するとあなたは「君の思い過ごしだ。そんなバカなことがあるものか」と私を笑ったわ。でも笑っているあなたの目の奥にちらっと疑いの影があった。あなたももしかしたらと一抹の不安を感じていることが私にはよく分かったのよ。しかし僕はあの時そういう不安を意識してはいなかったね。君のような千里眼にかかっちゃかなわない。相手の無意識の中まで探り出すんだからね。私あの人の目を見るのが怖くなった。またこちらが怖がっていることをあの人に悟られるのが恐ろしかった。そしてとうとうピストルのことまで気を回すようになった。ある夕方、門の外でまたコンオーバーの男に出会ったのよ。あの男はいつも夕方か夜しか姿を現さなかった。変装を見破られることを恐れたのだわ。その時も薄暗くてはっきり見えなかったけれど、あの男が私を見てニヤッと笑ったような気がしたのよ。斎藤の変装ということが分かっていても、私ぞーっとしないではいられなかった。そしてその刹那、なぜかはっとピストルのことを思い出したのよ。あの人の書斎の机の引き出しに隠してあるピストルのことを。ピストルのことは僕も知っていた。あの男は禁令を破ってこっそりとピストルを手に入れたね。いつも実弾を込めて引き出しの底の方にしまってあった。別に何に使おうというのじゃない。ただ手に入れたから持っているんだと言っていた。私そのピストルをコンオーバーの男がいつも身につけているんじゃないかと思ってぎょっとしたのよ。それで慌てて書斎に飛び込んで引き出しを開けてみると、ピストルはちゃんと元の場所にあった。私一時はほっとしたけれど、すぐにあの人が架空の犯人に斎藤の持ち物であるこのピストルを持たせるような間抜けなことをするはずがないと気づいた。コンオーバーの男は別のピストルを手に入れたかもしれない。もっと他の凶器を用意しているかもしれない。ピストルが元の場所にあったからといって決して油断はできない。そう考えると私はいよいよ不安になった。そこで君はあのピストルを自分で持っていようと決心したんだね。ええ、その方がいくらか安心だと思ったの。それで私ピストルを自分の部屋に移して、夜はベッドの中へ持って入ることにしたのよ。悪いものがあったね。あれさえなければ。私あなたに尋ねたわね。コンオーバーの男が私の寝室へ入ってきたとして、その時私がピストルであの男を撃ったらどんな罪になるでしょうかって。そうだったね。僕はあの時見知らぬ男が暴力で屋内に侵入して寝室にまで踏み込んできたら、男の方に危害を加える意思がなかったとしても正当防衛は成り立つ。たとえ相手を撃ち殺しても罪にはならないと答えた。事実それに違いないんだが、今から考えると悪いことを言った。そして、とうとうあの男がやってきた。もう来るか、もう来るかと、斎藤の不在の夜はそればっかり待っていたほどよ。12時過ぎ、あの男は塀を乗り越え、廊下の窓から忍び込んで、足音も立てないで私の寝室のドアを開いた。コーンオーバーを着たまま、ソフトもかぶったまま、黒眼鏡と濃い口ひげがたびたび出会ったあの男に違いなかった。私は目をつむって寝たふりをしながら、まつげの隙間からじっと男を見ていた。ピストルはいつでも撃てるように布団の中で握りしめていた。私、心臓が破れそうだった。早くピストルが撃ちたかった。でもじっと我慢してまつげの隙間から見ていた。あの男は両手をオーバーのポケットに突っ込んだままぬーっと立っていた。私が寝たふりをしているのをちゃんと見抜いているようだった。その睨み合いが丸1時間も続いたような気がした。私はいきなりベッドから飛び降りて、キャーッと叫びながら逃げ出したいのを歯を食いしばってこらえていた。とうとうあの男は大股にベッドに近づいてきた。電気スタンドの傘の影になっていたけれど、あの男の顔が大きくはっきり見えた。器用に変装していても、私には斎藤だということがはっきり分かった。あの男は黒眼鏡の中で笑っているように見えた。そしていきなりベッドの上に上半身を曲げて襲いかかってきた。その時、あの担当は布団の襟が邪魔になって見えなかったけれど、私はもう無我夢中だった。私は布団の中からそっとピストルの先を出して男の胸に向けて、いきなり引き金を引いた。私、ピストルを突きつけながら問答するなんて、そんな余裕はとてもなかったわ。もう打ちたくって打ちたくって気が狂いそうだった。ピストルの音を聞いて、あなたと女中が駆けつけた時にはあの男は胸を打たれて息が絶えていたし、私はベッドの上に気を失っていたのね。僕は最初何が何だかわからなかった。しかしちょっとの間に、やっぱりそうだったのかと悟った。あの男の死骸のそばに抜き放った担当が落ちていた。警察の人たちが来た。それから私は検察庁へ呼ばれた。あなたも呼ばれたわね。私は少しも隠さないで本当のことを言った。検事は私たちの遊戯三昧の生活を非難して長いお説教をした。そして私は不起訴になった。担当があったので、あの男の殺意を疑うことができなかったのだわ。それから私は病気になるようなこともなく、あの人の葬式も無事に済ませ、1月ほどうちに閉じこもっていた。あなたが毎日慰めてくれたわね。身寄りもないし親友もないし、私、あなた一人が頼りだったわ。それから斎藤の女のこともあなたがちゃんとけりをつけてくれた。あれからやがて1年になる。君と正式に結婚の手続きをしてからもう5ヶ月だ。さあ、ぼつぼつ帰ろうか。まだお話があるのよ。まだ？もうすっかりおさらいを済ませたじゃないか。でも今まで話したことはほんの上っ面だわ。え？上っ面だって、あれほど心の底を探るような分析をしてもかい？いつでも真に本当のことってのは一番奥の方にあるわよ。その奥の方のことはまだ私たち話さなかった。何を考えてるのか知らないが、君は少し神経衰弱じゃないのかい。あなた、怖いの？男の目がスーッと澄んだように見えた。しかし、表情はほとんど変わらなかった。身動きさえしなかった。女は、おしゃべりの興奮でほの赤く蒸気していた。目がギラギラ光り、唇の隅がキュッと上がって、意地悪な微笑が浮かんでいた。他人の心を自分の思うままに動かして、一つの重罪を犯させるということができたら、その人にとっては実に愉快だろうと思うわ。心をそういうふうに動かされた方では、自分たちがその人の傀儡だということを少しも気づいていないんだから、これほど安全な犯罪はないわ。これこそ、正真正銘の完全犯罪じゃないかしら。君は何を言おうとしているの？あなたが、そういう人形使いの魔術師だということを言おうとしているの。でも、あなたを摘発しようなんて言うんじゃないわ。悪魔が2人、額を寄せてニヤニヤ笑いながら、お互いの悪巧みの深さを読みし合う。あれね。そういう意味で、もっとお互いの心の中をさらけ出したいのよ。あなたの言う露出狂だわね。おい、幼いか。僕は露出狂なんかに興味がない。やっぱり、あなたは怖がっているのね。でも話しかけたのをこのままよしてしまってはもっと後味が悪いでしょう。話すわ。亡くなった斎藤に探偵趣味を吹き込んだのはあなただったわね。斎藤にはもともとその素質があった。ですからあなたにとっては絶好の傀儡だったのよ。そしてあなたはあの人を犯罪手段の研究に熱中させ架空犯人のトリックに浸水させてしまった。無論斎藤の方で夢中になったんだけれど、あなたは実に微妙な技巧で斎藤のものの考え方をその方に導いていったのよ。話術でしょうか。いや、話術よりももっと多くのものね。あなたはそれで斎藤を自由に扱いこなした。女ができたのはあなたのせいじゃない。斎藤が勝手に作ったんだけれど、それは道楽者の斎藤のことだから、いつだって起こりうることだったわ。あなたはそれをうまく利用したのよ。架空犯人のトリックとあの女とを結びつけて、私たち夫婦の間のスリル遊戯を思いつくことだって無論あなたの力が働いていた。斎藤はそういう突飛なことを実行して喜ぶような性格なんだから、あなたがちょっと一言二言それとない暗示を与えさえすればよかったのよ。斎藤には少しも気づかれない言葉で、しかし暗示としては恐ろしい力を持つような言葉で、想像はどうにでもできる。そんな想像をするのは君自身が途方もない悪人だということを証拠立てるばかりだ。そうよ。悪人だから悪人の気持ちがわかるのよ。あなたは斎藤が思うツボにはまってコーンオーバーの男に化けてうちの周りをうろつき出した時、真っ先にそれを見つけたでしょ。そして私に知らせてくれたわね。私その時はまだ気づかなかったけれど、後になって思い出してみると、あなたの目は喜びの色を隠すことができなかったのね。あの目の意味はただ怪しい男を見つけたというだけのものじゃなかった。してやった。うまくいったという歓喜が、今から考えるとあなたの目の中にまるで裸みたいにさらけ出されていたわ。私には斎藤の涙を分析したり、架空犯人のトリックを思い出したりしなければ判断できなかったことが、計画者のあなたには最初からちゃんと分かっていたのだわ。もうよそう。もうよそう。もう少し言うことがあるのよ。お芝居がいつの間にか本気になって、斎藤は私を殺すのじゃないかと思った。それからピストルを手に入れてあなたにそのことを相談した。するとあなたは芯からのようにそんなバカなことがあるものかと打ち消しながら、目の奥に不安の色を漂わせてみせた。その上、万一ピストルで相手を殺しても正当防衛で罪にならないということをはっきり私に飲み込ませた。これでもうあなたは成り行きを眺めていさえすればよかったのだわ。殺人は起こるかもしれない、起こらないかもしれない。でも起こらなかったとしてもあなたは別に損をするわけではない。もし私がピストルを撃ち斎藤が死ねば、すっかりあなたの思うツボ。なんてうまい考えでしょう。私たちがよく犯罪のトリックのことを話し合った頃、プロパビリティの犯罪というのが問題になったわね。可能性は十分あるけれども、必ず目的を達するかどうかはわからない。それは運命に任せるという、あの一等ずるい、一等安全な方法よ。失敗しても、犯人はこれっぽっちも疑われる心配はないんだから、何度だって違った企みを繰り返すことができる。そうしているうちには、いつか目的を達する時が来る。そして目的を達しても犯人は絶対に疑われることがない。あなたのプロバビリティの犯罪は斎藤の架空犯人の思いつきなんかより1枚も2枚も上手だったわ。僕は怒るよ。君は妄想に取りつかれているんだ。頭が変になっているんだ。僕は一人で先に帰るよ。あなたの額汗でびっしょりよ。気分悪いの？あの時ピストルの引き金を引いた時、私斎藤が担当を持っていることは知らなかった。とっさに首を絞めに来るのじゃないかとも思ったし、そうでなくてただ私を抱くばかりかとも思った。本当のことは分からなかったのよ。それでも私、引き金を引いてしまった。本当はずっと前から心の底の方ではあなたを愛していたからよ。あなたにもそれは分かっていたはずだわ。そして引き金を引いたまま気を失ってしまった。担当は意識を取り戻した時に初めて見たのよ。ですからあの担当は斎藤がオーバーのポケットに入れていたとも考えられるし、またあなたがあらかじめ用意しておいた斎藤の担当を持ち込んで、死んだ斎藤の指紋をつけてあそこへ放り出しておいたとも考えられるわね。なぜってピストルの音を聞いて真っ先に駆けつけたのはあなただったし、それから斎藤が担当を持っていたとすれば正当防衛の口実が一層完全になるからだわ。あなたは斎藤が殺されることは望んでいたけれど、私が罪に落ちては困る。私を助けるためにはどんなことでもしなければならなかったのだわ。驚いたよ。よくもそこまで妄想をめくらすもんだね。ははは。ダメよ、笑ってみせようとしたって。まるでいつもの声と違うじゃありませんか。泣いてるみたいだわ。何をそんなに怖がっているの。これはここだけの話よ。たとえ全く危険のないプロバビリティの犯罪にもせよ、そういう恐ろしい企みまでして私を手に入れようとしたあなたを、私は決して裏切りやしないわ。心底から愛しているわ。このことは二人の間の永久の秘密にしておきましょうね。私はただ一度だけは本当のことを話し合っておきたいと思ったばかりよ。男は無言のまま、妄想狂のお相手はごめんだと言わぬばかりに自然席のベンチから立ち上がった。それにつれて女も立ち、帰り道とは反対の崖花の方へゆっくり歩いていった。男は何かおずおずしながら2、3歩後から女についていく。女は崖っぷち2尺ほどのところまで進んで、そこに立ち止まった。はるか下方にかすかに渓流の音がしている。しかし渓流そのものは見えない。谷の底には薄暗いもやが立て込め、その深さは何十丈とも知らなかった。女は谷の方を向いたまま後ろの男に話しかけた。私たち今日は本当のことばかり話したわね。こんな本当のことってめったに話せるものじゃないわ。私なんだか清々した。でも一つだけまだ話さなかったことが残っているわ。その最後の本当のことを言ってみましょうか。あなたの顔を見ないで言うわね。私は裸のあなたを愛していたのに、あなたは私とお金とを愛していたのでしょう。そして今では私を愛しないで、私の持っているお金だけを愛しているのでしょう。それが私にはよくわかるのよ。あなたの目の中が読めるのよ。そして私がそれに感づいたということをあなたの方でも知っているんだわ。ですから今日こんな寂しい崖の上へ私を誘い出したんだわ。あなたは私を愛さなくなっても私と離れることができない。斎藤と同じようにあなたも生活能力のない男だから。するとあなたにできることはたった一つしか残っていないわね。斎藤の孤痴に倣って私を亡き者にする。そうすれば私の全部の財産が夫であるあなたのものになる。私あなたに別の愛人ができていることを、そして今ではあなたは私を憎んでいることを遠から知っていたのよ。後ろから「はっはっ」という男の激しい息遣いが聞こえてきた。男の体がそーっとこちらへ迫ってくるのが感じられた。女はいよいよその時が来たのだと思った。背中に男の両手が触った。その手は小刻みに激しく震えていた。そしてぐぐっと恐ろしい力で女の背中を押してきた。女はその力に逆らわず、柔らかく体を二つに折るようにしてパッと傍らに身を引いた。男は力余ってたたっと前に泳いだ。死に物狂いに踏みとどまろうとした最後の一歩の下にはもう地面がなかった。男の体全体が棒のように横倒しになったまま、スーッと下へ落ちていった。今まで少しも気づかなかった小鳥の声がやかましく女の耳に入ってきた。渓流の下手の広く明けた空を、そこに群がる雲を入り火が真っ赤に染めていた。はっとするほど雄大な美しい夕焼けであった。女は呆然と岩頭に立ち尽くしていたが、やがて何かつぶやき始めた。また正当防衛だった。でもこれはどういうことなのかしら。1年前に私を殺そうとしたのは斎藤だった。そのくせ殺されたのは私ではなくて斎藤の方だった。今度も私を突き落とそうとしたのは彼だった。そのくせ崖から落ちていったのは私でなくて彼の方だった。正当防衛って妙なものだわ。両方とも本当の犯人はこの私だったのに、法律は私を罰しない、世間も私を疑わない。こんなずるいやり方を考えつくなんて、私はよくよくの毒婦なんだよね。私はこの先幾度正当防衛をやるかわからない。絶対罪にならないで幾人人を殺すかもわからない。夕日は大空を焼き、断崖の岩肌を血の色に染め、その後ろの鬱蒼たる森林を炎と燃え立たせていた。眼頭にぽっつりと立つ女の姿は、小さく小さく人形のように可愛らしく、その美しい顔は桃色に蒸気し、つぶらな目は大空を映して異様に輝いて見えた。女はその姿勢のままで、大自然の微妙な精巧な装飾物のように、いつまでも身動きさえしなかった。